皆さんこんにちは、サーバーアクセス宮沢です。今日なんですけれども、年末に買ったですね CIO さんの福袋が2月になってですね、ようやく私の手元に届いたんで、これ本当は1月にねなんか届いたらやろうと思ったんですけど、届くのがちょっと遅くなってしまったんで、ようやくここで動画にできるというわけなんですよね。動画撮ってる理由も早くちょっと私が使いたいからやりたいっていうところで、開封もさせていただこうかなと思っています。もう紹介するときにはもうホームページなくなってるっていうね、商品の説明しようかなと思って開いたらなくて、あって思ってました。今回私が買ったのは CIO 福袋2024 5C セットブラックセットっていうものを買いました。8080円のものになっています。8080、多分末広がりだからだと思うんですけども、ちなみに こんな感じで届きました。 CIO さんのねこうパープルのカラーになっています。早速開けていきたいと思います。 CIO さんの福袋ですね、紐ほどいちゃったんですけど、あやべ開封動画だったって思って結び直してます。中まだ見てません。開けていきます。はい、でまあリボン取って開けると、中に入ってますね。はい、リボンがもう袋に一緒に入ってるタイプになっていますね。何が入ってるかちょっと見ていきたいと思います。はい、あいっぱい入ってますね。というところで入ってるものはですね、これは広告ですね。 CIO 福袋2024のご購入いただきありがとうございますと、まあ、そうですね、私最近もう CIO さんめっちゃ推してるんであれなんですけど、まず、まあ、メイン私が欲しかったのはこれなんですよね。最近販売したばっかりの CIO さんのスマートコピーっていうのも私持ってるんですけど、まあ、この薄くなったやつですね。いわゆるこうカバンのポケットとかにこう薄く入ったりとかできるっていうのが、まあ、出て、あとインジケーターがこう数字ちゃんと出るようになったんで、これ欲しいなと思ったんで買いました。まずこれですと。次が、お前どんだけ充電器持ってんねんって話なんですけど、まあ、ノバポートスリムのデュオ45W。トータル45なんで1ポートさせたらいい感じに分散してくれるっていう形のものになっています。おまけでケーブルの色が選べたんですけど、まあ、今回私は CIO さんのコーポレートカラーのパープルの1メートルを2本選択したという形になっています。 100W のケーブルで1メートルのものを2本入れさせてもらったという形になっています。多分これおまけだと思うんですよね。おまけがこれいいですね。結構しっかりめのガジェットポーチですね。ちょっとした充電器とこうまとめて入れといてカバンに入れられるかなと思いますね。こう可愛いですね。CIO さんのロゴが入っています。で、カラビナとかつけてこうやって引っ掛けておくといいかもしれないですね。というところで、ちょっとここまで開けたんで、このままパッケージも開けていきたいと思います。ケーブルから見ましょうか。ケーブルはもう散々見てるんで、あれだと思うんですけれども、ケーブルね、CIO さん最近嬉しいことですね、この最初からこうケーブル帯がこうシリコン製のものついてくるんで、別でこう買わなくていいっていうのが非常にいいですよね。ビリビリするタイプのケーブル帯が苦手だったので、まあ、衣類にくっついちゃうんだよね。これがついてるのは非常にありがたいかなと思います。カメラだとちょっと青っぽく映ってますけど、もうちょっとこう紫色感が実物だと強いですね。ホームページの紫にかなり近いと思っていただいていいのかなと思っています。次がノバポートスリムと。あ、確か店頭で見た気がするんですけど、めっちゃちっちゃいっすね。これやばいわ。これすごいっすね。これちゃんとパチパチできると。ただまあちょっとカフェとかでこう横にこうポンポンって並んでるところだと隣を干渉しちゃう可能性はあるんですけど、思ってよりちっちゃいっすね。こんな感じですね。今比較できるものが、ブルーアイズアルティメットドラゴン。これ遊戯王カードですね。遊戯王カードよりね、ちっちゃいんですよ。ちっちゃいんですよね。だいたいでかくなっちゃうのが相場なんですけど、45W で男性のほんと小指ぐらいの薄さになっているので、薄いポケットとかにこうしまっとける、まあ、非常にいいサイズかなと思っています。ちょっとアルティメットドラゴン置いときますけど、このままですね、こちらですね、まあ私が欲しかったのはこれですね。これがついてくるんだったら、まあ一緒にこう福袋で買おうと思ったんで、これを買いました。というところで開けていきますが、はい、ドーンというところで保証書的なのとかが入っていますが、 CIO ワクワクをつけて投稿というところですが、ケーブルが一応ついています。シリコンではないんですけれども、 CC のケーブルが、これありがたいですね。こういうねちょっとしたケーブルもね、必ずロゴが入ってるのがもうほんといいんですよね。こういうロゴが入ってるとこ大事に使いたくなるんで、高ポイントですね。両方とも入ってますね、ロゴが。え、何メートルかな、多分 0.5 とかな気がするな。多分そうですね、 0.5 とかですね。そんなに長くないですね。はい、これがモバイルバッテリーになっています。このモバイルバッテリーなんですけども、普通に読みますが、世界最薄級のパワフルバッテリーで1万ミリアンペア使えるものになっています。ポートがこんな感じですね、 CCA になって
います。 C1 プラス C2 で合計 30W、 全ポート合計 30W になっているので、パソコンはちょっと難しいかもしれない。逆に言うと単ポートだけだったら MacBook Air は多分全然これで充電できる感じですね。ちなみにディスプレイがありましたね。見えますか？すごいんですよね、この脂肪加工が自然すぎて、どこにディスプレイがあるかマジで分かんないんですよ。分かります？皆さん違和感ないっすよね。本当に普通の CIO さんの製品みたいに脂肪加工があってこう気持ちいいんですけど、サイドの右上にボタンがついているので押すと73って、新品開封時で 73% 入っていましたが、こんな感じになっています。で、充電は多分どっちかのポートから C のポートからする感じなので、 C のケーブルがあればまあいけると。まあさっきのこちらを使って、これまあ本当に持ち歩きセットとして使うっていうのもできるかなと思います。で、大きさがまあほぼ遊戯王カードサイズというところです。ちょっと遊戯王カードよりでかいかなと、ポケカサイズぐらいかなっていう感じですね。カバンとかのこうなんかパソコン入れるところのポケットとかってこれぐらいのサイズでギリ入るんですよ。私もリュックにこういうこう薄いの入れて、でここにケーブル挿しておいて、リュックからケーブル出して手元の携帯充電しながらとかできるかなと思ったんで、すごい楽しみにしていた。幕開けで確か出た時から、あ、これ早く販売してほしいなと思ってたんですけれども、今回この福袋のセットのタイミングで買わせていただきました。充電をするとこんな感じですね。充電されているっていうふうにインジケーターで出ますね。これ非常にいいかなというところですね。充電中はこうサイドのボタンを押しても何パーセント見たら出ません。ちなみに今日私外出したんですけど、これの前まではスマートコビーデュオっていうなんかちょっとこう丸っぽいやつを使ってたんですけども、これからはもうこれを使いたいと思ってます。というところでちょっと CIO さんの福袋のご紹介でした。いかがですかね。ホームページ見ろ、楽しいですよね。今日一番紹介したこれですね。あ、こっちだ、ごめんなさい、こっちですね。1万ミリの方なんで定価4800円ぐらいのやつになっていますが、どうでしょうか。ちょっとあんまりこのね、私の動画であんまモバイルバッテリーあんま紹介しなかったんですけれども、今回ねモバイルバッテリーが出てたんで今回ご紹介させていただきました。まあ、CIO さん私最近気に入ってて、もうこのメーカーばっかり買ってるんですけれども、バッテリーだったりとか充電器も結構いい感じで出しているのでありがたいかなと。あと私こう黒と白のラインナップと、あとパープルもあるんですけど、これだと黒だけなのかな思うんですけども、この黒の加工が結構好きなんで私は愛用しております。私も本当待望のこの薄さだったんで、これを活用していきたいと思います。ぜひ皆さんもちょっと気になったら、最近とかだとビッグカメラさんとかにも結構展示しちゃったりとかするので、こんな感じなんだっていうのを見ていただいてから買っていただける、まあ一個のメーカーとしてこう CIO さんっていうのがあるっていうのをなんか知っていただけたら、私には勝手ながら嬉しいと思っておりますので、参考にしていただけたらなと思っております。ちょっと今日盛りだくさんだったんですけども、まあ、CIO さんですね、福袋に入っていたスマートコビープロスリムとノバポートスリムデュオの 40W と、あとケーブル2つですね、 CC のケーブル2つをご紹介させていただきました。皆さんもですね、なんかこう気になってるメーカーとかあったらぜひこうコメント欄に書いていただければなと思っております。というわけで今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございました。